H-9 はアメリカ海軍の潜水艦、H 9潜水艦の9番艦。元はロシア帝国が発注した潜水艦 AG-28。ロシア帝国海軍は1915年に18隻の H 9潜水艦をエレクトリックボート車に発注した。11隻が引き渡され、アメリカンスキーゴーラント級潜水艦として発注されたが、 1917年のロシア革命によって6隻の引き渡しが保留され、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで保管された。6隻はすべてが1918年5月20日にアメリカ海軍によって購入され、ピュージェットサウンド海軍造船所で最終組み立てが行われた。H-9 は1918年11月23日に浸水し、11月25日に 艦長クラーク・ウィザーズ大尉の指揮下収益した。カリフォルニア州サンペドロで第6潜水船隊に加わり、後に第7潜水船隊に転属となる。H-9 は西海岸に沿って様々な戦闘訓練及び演習に参加した。また、サンタガタリナ島周辺の偵察を行い、ウェアアイランド海軍造船所で定期的にオーバーホールが行われた。 H-9 は1922年7月25日にサンペドロを出港し、第6及び第7潜水船体と共に9月14日にバージニア州ノーフォークに到着した。1922年11月3日にノーフォークで退役し、1931年2月26日に除籍、1933年11月28日にスクラップとして売却された。 ありがとうございます。